りの河合克行代議士による現金授受の件で、市民の皆様をはじめ、多くの皆様方に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、衷心より深くお詫びを申し上げます。しかるべき機会に現金を返そうと考えておりましたけど、その機会を逃したことを大変悔やんでおります。受領した現金につきましては、全額手をつけず保管しており、検察当局に証拠物件として任意提出をいたしております。